柔道女子のソネアキラ24イコールパーク24が2日、負傷によりパリ五輪柔道女子78キロ超級の敗者復活戦を棄権した。カイラエジェミル、トルコとの準々決勝で、古傷である左膝を負傷。引き上げるときには足を引きずっていた。取材に応じた女子代表のマスチ幸監督は、 試合後、控え室でドクターの診断を仰いだ。膝が伸びない状況で足がちょっとつけない。本人は最後まで悩んだが、本人からちょっと厳しいと、と説明。曽根の様子について、かなり昇進で試合に出られない悔しさがあると、涙ながらに言っていた、と語った。一家の団体戦は出場できなくなった。女子個人戦のメダルは金一。 同一の二つに終わり過去最低となった。バスジ監督は、選手、スタッフが危機感を持ってやってくれたが、こういう結果になったのは監督である私の責任と思っている、と厳しい表情。その上で、明日の団体戦でしっかり金メダルを取って、その後に、この結果を検証して対策を練っていきたい、と語った。